強情なのね。強情なんかじゃ。いいわよ別に、弱い子よりはそのぐらいの方が好きだもの。ますますあなたが欲しくなってしまったわ。私が人間だとでも思っていたの？だから少しもらうわよ。大丈夫、痛くはしないから。しないって言ったのに、こんなに怯えてかわいそう。見かけ。私の目を見なさい。
これで大丈夫。どう？痛くないでしょ？これでもう怖くないでしょ？姉様が暗示をかけたの。もういいわよね。いただきましょう。そうしましょう。いや、だからやだってば。まだ覚悟ができないの？人がせっかく痛みを消してあげたのに。なのにまだ拒むの？あんまり聞き分けがないようだと、今度は痛みを倍にしてあげてもいいのよ。おとなしくしていた方が、あなたのためにもなってよ。ね？心臓がドキドキいってるわよ。この肌の下で血が駆け巡っているのがわかるわよ。あなたの血、やっぱり本物よ。
あなたのこと手放すのが惜しくなっちゃったね、ミカゲ。よっぽど飢えていたのね。この子もあなたを離したくないって。あなた、名前は？聞こえなかったの？私はあなたに名前を聞いているの。ケ、あとケ。佐藤さんのサの字を羽織バカマのハの字に。いい名前ね、気に入ったわ。ミカゲ、そのぐらいにしておきなさい。私もね、この血の味がとても気に入ったの。だから主様にあげるのはやめにするわ。汚してしまってはしたない子ね。姉さま、ごめんなさい。別に謝らなくても。夢中になるのもわかるもの。だから K は私たちでもらうの。だからそんなに焦らなくてもいいのよ。姉様、逃がしたりはしないもの。ここで獣のように貪る必要はないのよ。でも姉様、ニエの血は。いいの、決めたの。構いやしないわ。もともと K はいらない子。まさかの時の念入れに過ぎなかったんだもの。うまく隠れていましたから。でしょう？こうして姿を現したのはたまたま。このニエの血は余力のようなもの。それなら。私たちがもらってしまってもいいんじゃないかしら。そうでしょ、ケイ。違って？
なたは私たちのものになるのよ。そんなことはさせないわ。私はユメイ。ケイちゃんを守るために形になった。あなたたちとは対立するもの。するの。するわ。ケイちゃんから離れなさい。嫌だと言ったらどうするつもり？私、自分よりも弱いものに命令されるのは嫌いだもの。